皆さんこんにちは、おこげです。今日は東京に向かうことになりまして、その行きですね、名古屋駅に今います。で、あの会社の上司と待ち合わせしてるんで、そこまで行きたいと思うんですけど、これ声聞こえてるかな、大丈夫、声聞こえてる。ちょっと、まあとりあえず軽く Vlog みたいなのを撮っていきたいと思うんで、よかったら見ていただけると嬉しいです。じゃあまた、バイバイ。最高最高。ただいま渋谷に着きました。結構人が多いね、やっぱり渋谷は。今ちょっと渋谷でちょっと時間を潰して、ちょっと今ね、あのちょっと上司と来てるんですけど、上司が、上司がちょっと撮影できなかったんで、上司と一回解散して渋谷で動画を撮りたいと感じです。そんな感じで今いますね。ちょっと、歩きます。喫煙所って来なかったっけ。喫煙所、タバコ吸いたい、タバコが吸いたいです。新幹線ではね、たらふくタバコ吸ったんですけど、ね、ちょっとタバコが吸いたくて吸いたくて黙んないですね、今。我慢ができない、やばい。今、渋谷のモンクレー前ですね、にいますね。いやー、ちょっとね、ある用事を済ませてきたんですけども、ちょっと一言、すごかったですね、マジで。感動しました。なんかちょっとあれですね、勇気づけられましたね。ちょっと自分もスイッチが入るような感じでした。ではまた。とりあえずさ、渋谷歩いてるんだけど、タバコを吸えるとこないっすか、マジで。タバコ吸いたいです。ちょっとヤニ切れしてますね、完全ヤニ切れ、ヤニ切れしてます。タバコ吸いたいです。あ、僕今日こんな感じです。靴可愛いんですよ、靴が可愛くて、この、わかるかな、このね、サッカーの スパイクをモチーフにしたスニーカーを履いてます。いやー、東京最高、東京最高、可愛い子たくさんいるわ。そろそろ上司と合流しなきゃいけないんでね、またちょっと動画回せる、腰痛、動画回せる時がなくなっちゃうと思うので、今のうちに撮ってます。ピースピースピースということで、今からですね、池袋か新大久保で上司と合流して、バーに行って、で、なんだろうな、何するのか、バー行ってからちょっと飲んで、まあ、まだ昼の3時ぐらいなんですけどね、飲んで焼肉行って、そこから大人のお遊びですね、こうちょっと楽しみにして、楽しんでいきたいと思うんで、まあ撮れるところを撮っていきたいと思います。カメラこっちか。大好きな優里の曲が流れてました。僕が生きてる、いやー、ビリビリオン、いい曲ですね。いや、こういうのが渋谷いいんだよ。こういうのが渋谷の良さですよ。人めっちゃいるけど、マジで前向いて歩いてないとぶつかっちゃうっていうぐらい人いるんですけど、これが良さですね、渋谷の。いや、優里いい曲だわ、マジで。渋谷歩いてたら僕見つけました、僕見つけました。これね、じんちゃんもね、ツイッターで送ってきたんだけど、僕見つけましたね、僕がいました。渋谷行ったら僕に会えます。ちょっと寒かったのでザラで新しい服を新調しました。まあこれで多分今日は一日行けるでしょう。7900円くらい、まあまあ安い、ザラはやっぱり、ザラはよくて安い。
ここに着きました。いや、絵代わりがいいですね。絵代わり。とりあえず新大久保で上司と合流して、まあ、ちょっと、まあ、飯でも食いたいですね。今日お腹すきました。さすがに。まあでも池袋行くっていう話があるんで、池袋先行くのかな。どっちなんだろう。あ、コンビニ行った。タバコ買おう。皆さんお疲れ様です。おこげです。東京遠征最高の夜でした。マジでマジで最高だった。あの、まあ、詳しくは生配信で話すと思うんだけど、めっちゃ良かったっすね。マジでちょっと目が充血するぐらい、あの、楽しみましたね。何飲んだ。レモンサワー、ハイボール、ビール、コーラ、まあ、そこら辺ですね。まあおいおい話すんですけど、パワーワード一発かましておきます。指フェラ、あれはもうね、忘れられないよ。あれは良すぎた、マジで。ちょっと楽しかったっすね。ちょっと一言、まあ、行動範囲としては、渋谷、新大久保、池袋。いや、ちょっとなかなかね、東京住んでる時もそうだったんですけど、池袋行くことがなくて、で、まあその、まあ、今日ちょっと上司と一緒に東京来てて池袋来たんですけど、池袋いい街だね、マジで。ショートカット美女見つけました。マジでめっちゃ可愛かった。で、パワーワードの指フェラね。マジこれ、みんなちょっと想像しといて、またこの動画が上がった後の生配信で話すと思うんだけど、指フェラね、指フェラ、みんな想像しといて、どんな感じなんだろうなって想像してくれると嬉しいね。ちょっと本当にごめん、いろんなところね行ったんだけど、全部撮影禁止で、全部事後報告になるから、まあ俺はもう生配信が特徴の一つでもあるから、まあそこで話せることはいいんだけど、できれば動画で伝えたかったね。マジでめっちゃ楽しかったからね。マジで大人の遊びをしましたね。上司がいないとできない。俺の財政問題じゃ無理。俺のお金じゃ無理だ。遊び方は。めっちゃ楽しかったっす。マジで上司には感謝して、これからも、生きていきたいと思います。まあそんなもんかな。ね、このね、動画のほとんどがね、タバコ吸ってるシーンだと思うんだよ。それくらいタバコ吸うシーンしか撮れなかった。だからもう、リアルに、リアルにちゃんと話す。生配信でね。生配信で会ったことは話すから、ちょっと楽しみにしといてほしいですね。パワーワード指フェラね。合言葉は指フェラ。最高でした。ありがとうございました。本当に東京これでよかったです。まあちょっと渋谷はまあ予定があって来て、で新大久保で上司と合致して、で池袋のホテルなんですけど、池袋を来て、で池袋の夜の街、もうこんな感じです。まあ最高でしたね。また東京来た時は、池袋行きたいと思います。パワーワードは指フェラ、合言葉は指フェラで、やっていきたいと思いますので、今後とも、おこげの方よろしくお願いします。では皆さん、今日はありがとうございました。じゃあのー。